どうもオッキーです。本日はですね、府中駅から、徒歩2分のところにありますこちらです、麺創軒かなで紅さんにやってきました。こちらのラーメン屋さんは麺がね7種類いろんなね乱切りで入ってるね辛味噌、ラーメンということでね、有名なお店なんですけども、辛い系なラーメンで、まあそんなね得意ではないんですけども、まあ苦手でもないんですけどね、こちらで、辛味噌ラーメン食べていきたいと思います。今食べてきました。めちゃくちゃ辛い辛いっていう感じではなくて、もう本当にね辛みの中にね旨味があって、蒙古タンメン中本とはちょっと違った辛味噌ラーメンでしたね。ここはここで本当に美味しいです。で、麺も7種類の太さがあって、もう食感がねすごく楽しめて、非常に辛美味しかったです。ぜひ辛いねラーメン好きな方は、こちら京王線の府中駅から近いんで食べに行ってみてはいかがでしょうか。麺創軒かなで紅というお店でした。以上、ワッキーでした。ワッキー TV をご覧いただきましてありがとうございます。この YouTube 以外にも Twitter、Facebook やってますので、そちらもぜひよろしくお願いします。あと動画の方ですね、楽しかったとか面白かった、自分もやってみたい行ってみたいって思っていただければ、ぜひ高評価ボタン、それとコメント等もお気軽にいただければ嬉しいです。そしてこれからもバシバシと動画を投稿していきたいと思ってますので、チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いします。